E353 系電車は東日本旅客鉄道の直流特急系電車である。1993年から中央本線の特急スーパーアズサを中心に使用されている E351 系の老朽化による置き換えを目的に製造されるもので2014年2月4日に量産先行舎の心臓が発表され2017年12月23日から 営業運転を開始した。9両編成と3両編成で構成され、両者は主回路機器を中心に相違点が見られる。12両編成あたりの定員は674名で E351 系よりも1両分弱減っているが E257 系11両編成とはほぼ同定員である。総合車両製作所で量産専攻車である。 基本編成の S101 編成9両と、付属編成の S201 編成3両の、計12両が製造され、2015年7月25日に、出場した。松本車両センターに配属され、中央本線、篠ノ井線の東京駅塩尻駅松本駅間を、中心に、大糸線松本駅南小谷駅間、篠ノ井線、新越本線松本駅長野駅間等にて、 性能評価や技術検証を行った後、量産車に反映されている。最終的に本系列は基本編成20本、付属編成11本の213両が製造された。国鉄民営化後に製造された特急車両としては、製造数では JR 西日本683系、自社の E257 系についで歴代第3位で系列単独では、 E257 系に次いで第2位となった。また、本系列置き換え前の E351 系と E257 系の合計車両数とほぼ同一の車両数となっている。外観デザインは伝統の継承、未来への躍動をコンセプトにしており、内装、外装ともにデザイン監修は工業デザイナーの奥山清之が担当した。鉄道ともの会の第58回。 ローレル賞受賞車両である。高運転台構造を採用した戦闘部車体は E657K で実績のあるアルミニウム合金製の中空押し出し型材を用いたダブルスキン構造を採用する。運転台は E259K をベースにした高運転台構造で戦闘構え体は屋根部とホロフタ部を除き FRP で構成されており、 踏切事故対策のため戦闘構えからだと運転室への出入ダイブをクラッシャブルゾーンとして設けている。付属編成3号車及び基本編成4号車は貫通構造とし連結、開放作業の容易化を目的に自動ホロ装置を装備しており編成間の旅客の行き来が可能である。貫通構造でない戦闘車も貫通構造の編成と同じデザインに見えるように 工夫がされている。車体長は、中間車が2万ミリメートル、先頭車が2万1000ミリメートル、台車中心間距離は1万4150ミリメートルで E259 系と共通である。曲線通過時に車体が傾斜した場合でも、車両限界内に収まるよう、車体の最大幅を2920ミリメートルに抑えるとともに、車体断面を 屋根部に向かって絞り込む構造としている。床面高さは E259 系 E657 系よりも 10mm 低いミ 130mm とし、ホームとの段差縮小を図っている。また、中央本線の強小トンネルに対応できるように、パンタグラフ折りたたみ時の高さを 3950mm としている。量産線校舎には、 各車両間の車単外つま面に車単ダンパーと車体間ダンパーの二つを取り付けていたが、量産車では全車両にフルアクティブ動揺防止装置を搭載したため車体間ダンパーは付いていない。各戦闘車の屋根上には列車無線アンテナを搭載しており、3号車のクモハイ E352 系0番台と12号車のクハイ E352 系0番台には、 車内案内情報用のワイマックスアンテナを搭載している。床構造は大枠状に粒状、ゴムアルミニウム板、ゴム床で構成された防音床構造として、車内静粛性を向上させている。なお、グリーン車はゴム床の代わりにカーペットを敷いている。車体塗色は南アルプスの雪をイメージしたアルパインホワイトを基本に、 アズサ伝統のアズサバイオレットの細体を側面に配している。前面はストリームブラック、側窓周りは松本城の青みがかった漆黒をイメージしたキャッスルグレーである。電源、制御機器、シングルアーム型パンタグラフ PS39、制御装置は三菱電機製のイベット素子による PWM 制御インバータ1機で2両分の 電動機を制御する 1C4M の SC108 および一両分の電動機を制御する1 c 4 m の SC109 を搭載する VVVF インバータ制御である。ブレーキ方式は改正、発電ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを採用している。これは、周囲に負荷となる車両が存在しない状況での改正ブレーキが失効することがあっても、ブレーキ抵抗器、 ブレーキチョッパ装置、ブレーキチョッパリアクトルなどで構成された改正、発電ブレンディングブレーキシステムによって、発電ブレーキが併用されることで、安定した電気ブレーキ力の継続を図ることができる。ブレーキチョッパ装置は、VVVF インバータ装置に内蔵されて、両車間の偽装配線の削減が図られているが、車体傾斜に必要な機器が増加するため、 従来は床下にあった機器の一部を車内に配置している。立行、ブレーキ指令とも車両情報管理装置でノッチ条件や車両の荷重条件などが加味され、立行、ブレーキトルクの演算を行った後に VVVF インバータ制御装置やブレーキ装置に立行指令やブレーキ指令を伝えている。補給用の電源となる補助電源装置は、 東洋電気製造製のイベット素子を使用した3、レベル電圧計インバータで構成されており、終電装置からの直流五5 0 0 v を電源として、3小、交流 440V60Hz を出力する。並列同期運転が可能な SC110 及び、大気二重型である SC89 バイトを採用する。基本編成は、SC110 を3機搭載として、 並列運転を行うことで、故障時でも他の補助電源装置で基本編成全体の負荷を補うことができる。付属編成は SC89 バイトを一気搭載としたが、大機二重型とすることで、故障時の冗長性を確保している。空気圧縮機は、スクリュー式の MHz3130C1600S2 を採用しており、車体傾斜装置仕様に伴う圧縮空気の 消費量の増加に対応するため、2号車のモハイ E353 型1000番台を除いた全車両に搭載している。終電装置として搭載しているシングルアーム型パンタグラフ PS39 は E257 系の PS36 をベースに終電可能範囲を広くしたものである。バネ上昇式、空気加工式であり、ティムズに対応する上昇検知装置を備える。 終電効率を向上させるために、メタライズドカーボンスリータを枕木方向に3列配置し、高速走行での追従性向上のために、オイルダンパーを搭載する。モハイ353型2000番台と、モハイ353型0番台に1機、モハイ353型500.1000番台に、予備を含めて2機搭載する。主電動機は、 E259K や E129K で実績のある自己通風式のカゴ形参照誘導電動機 MT75 バイトを採用する。高雪地帯での走行を勘案して主電動機冷却風を車体つま面の幕部に設置された製風板から取り入れて風道のダクトを介して送る車体風道方式としている。空調装置は 集中式の AU738 を屋根状に1両あたり1台搭載しており、容量は4 1 9キロワットである。E657 系の AU734 をベースに車体傾斜させた場合でも車両限界内に収まるように外寸を変更したものである。代車代車は E259 系や E657 系を ベースとした軸量式軸箱指示装置を備えたボルスタレス台車を採用する。電動台車はフルアクティブ動揺防止装置を搭載した DT81、アンチローリング装置を搭載した DT82、フルアクティブ動揺防止装置及びアンチローリング装置を省略した DT81A を採用する。付随台車はフルアクティブ動揺防止装置及び駐車ブレーキを備えた。 tr265tr265 から駐車ブレーキを省略した tr265a フルアクティブ動揺防止装置及び駐車ブレーキを省略した tr265 バイトを採用する。車体傾斜機構は e351 系と同様の車体傾斜式、車両ながら e351 系のマップ式制御のコロ式制御付き自然進士から マップ式制御の車体と台車の間に取り付けられた空気バネへ圧縮空気を吸排気することで左右の空気バネの高さを変えて車体を傾斜させる空気バネ式に変更されており空気バネへの吸排気機構に使用されている電磁弁を従来の ON オフ制御の電磁弁から比例制御の流量比例弁を用いることで E351 系と同じ曲線通過速度を 実用化している。ただし、曲線通過速度は E351K と同様としている。最大傾斜角は1.5度と E351K より傾斜角度が小さいためパンタグラフは屋根の上に直接搭載されている。パンタグラフを搭載した車両には前述のアンチローリング装置を搭載して、車体傾斜の精度向上を図っている。 量産先行車には12両編成時の両端となる制御車両及びグリーン車のサロイ、e、353型のみにフルアクティブ動揺防止装置を搭載していたが量産化では全車両に搭載され乗り心地に配慮することとなった。また3両の付属編成は形式上全車が電動車となっているが雲灰352型と雲灰353型は運転台側の台車が 付随台車、中間車側の台車が動力台車の 0.5M0.5T の構成となり、編成単位では 2M1T の MT 比となっている。駆動装置は CFRP 製のタワーミータを採用した TD 平行、カルダン駆動方式 TD282CH であり、耐水、耐雪構造を採用して歯車箱への浸水を防止している。歯車は、 はすば歯車を用いた一段原則式で歯車比は96、17イコール5.65とし、収納する歯車箱は騒音、振動抑制の観点から FCD 製としている。潤滑方式は大歯車による完全飛沫潤滑方式とし、一体型歯車箱支援構造を採用して潤滑性能を向上させている。また、 歯車と時空経営の潤滑は共通の潤滑油によって行う。普通車の車内グリーン車車内車内の内装は南アルプスと沿線にあるあずさ川の清らかさ、ビジネスの機能性、レジャーの高揚感をコンセプトにモダンでシンプルであるが上質で機能的な鮮やかさを表現しており、グリーン車と普通車で対照的な要素とすることで差別化を図っている。 普通車は2プラス2列配置の回転式、リクライニングシートが9 6 0ト、mm、ルのピッチで設置されている。インテリアデザインは活動的で明るい感触のライトグレーをもとに車内全体を構成しており、腰掛けは座面を黒色とし、背もたれ部分にはブルー系を基本落とした光沢感のある水面のパターンを盛り込んだ配色としており、あずさ川の清らかな 水面のきらめきを表現している。また、車体つま面から床にかけての配色は、枕木方向に黒とライトグレーを分割した配色としており、空間的な広がりを意識させている。グリーン車は2プラス2列配置の回転式、リクライニングシートが 1160mm のピッチで設置されている。インテリアデザインは、より上質なくつろぎ感のある暖色のベージュをもとに、 黒と赤の色を効果的に配色しており、腰掛けは座面をグレーとし、背もたれ部分には黒地に赤色を配置して、見る角度によってその割合が変化する表地を採用しており、ハイテクモダン、高揚感、機能感を表現している。また、沿線の特産である武道を連想させる赤色を、天井の中央部、車体つまめのつま壁にある貫通扉、床の通路部に、 レール方向に配色することでストリーム感を表現している。JR 東日本の在来線の特急車両としては、初めて室内照明に LED による間接照明を採用しており、窓側の座席の上部にある荷棚の下部には、各座席の風向きと風量の調整が可能な個別吹き出し式の空調装置を採用している。また、グリーン車と普通車の全座席には、 座席の後ろ側の下部、または肘掛けの下部に電源コンセントとパソコンなどを置くことができるテーブルを設置しており、車内案内表示器は2段表示のフルカラー、LED を採用している。その他にも多目的室、改良系ハンドル型電動車椅子での利用が可能な大型トイレ、横に2席ある座席を1席とし、開いたスペースに車椅子が固定可能な座席のほか、 各車両の各デッキには防犯カメラ、客室とトイレには非常通話装置、1編成あたり1台の自動体外式場、再動機などを備えている。なお量産化に伴い座席を減らしグリーン車などの一部号車に荷物置き場が設けられた。なお座席上の荷物棚には E657 系と同様に座席情報ランプが設置されている。 編成一覧表2017年10月26日に営業運転の開始が正式に発表された。同年12月23日からスーパーアズサ4往復で運転を開始し、2018年3月17日のダイヤ改正で E351 系をすべて置き換え、スーパーアズサ全列車が E353 系に統一された。さらに同年7月1日より、 アズサ、開事で運転されている E257 系の一部を置き換えた。2019年3月16日のダイヤ改正で、スーパー、アズサの名称が廃止され、アズサ、開事に充当される車両は、一部の臨時列車を、除きすべて E353 系に統一された。また、新設された富士急行線直通特急、富士海遊、及び、中央ライナー、 大梅ライナーに代わる特急、8、王子、お梅での運用を開始した。同時に、中央東線の特急は、全席指定席化され、料金体系も変更された。2019年7月13日、あずさ22号が、長野県塩尻市の篠ノ井線踏切で、乗用車と接触事故を起こし、先頭の S206、編成が運用を離脱。 一年後の2020年9月4日より営業運転に復帰した。2020年3月14日のダイヤ改正では、富士海優がに往復から3往復に増発された。付属編成の運用が見直され、日中の運転を中心に、あずさは基本編成の未給料編成での運用が増えている。ありがとうございます。